桜の聖母障害学習センターでは、社会人が学べる環境として語学や芸術などおよそ200講座を開講していますが、新型コロナウイルスの影響でこれまで行っていた対面での授業が難しいことから、オンラインを活用した遠隔講座を検討しています。この日は中高年を対象にオンラインの利便性や楽しさを知ってもらおうと体験会が開かれました。いや、楽しいですね。初めてこれ体験しました。桜の聖母障害学習センターでは、今後も受講者を対象に無料でオンライン体験会を開き、新型コロナの感染状況を見てオンラインを活用していくことにしています。